平成29年10月21日、阿蘇市の阿蘇体育館で、地域のつながり、阿蘇の絆をテーマに、第15回阿蘇やまびこふれあいフェスタが行われ、大勢の人たちが訪れて賑わいました。オープニングとして、熊本の人気キャラクター、くまモンが登場して、参加者全員でくまモン体操を行いました。そして、主催者の阿蘇ブロック社会福祉協議会連合会の藤堂真嗣会長が挨拶して、やまびこふれあいフェスタが始まりました。最初に、小国高等学校、南小国中学校、小国中学校合同による吹奏楽演奏があり、青い山脈など4曲を演奏しました。続いて、西原村の川原小学校、山西小学校の児童による西原無運太鼓が披露されました。この阿蘇やまびこふれあいフェスタは、助け合いの輪を福祉の分野にも取り入れ、住民の方々が共に支え合い、見守り合い、安心して暮らせる地域づくりを進めようと、阿蘇郡市7市町村が社会福祉協議会連合会を作って開催しているものです。フェスタでは、劇団肥後にわかによる歌謡ショーや、お笑い肥後にわかが上演され、会場は笑いの渦に包まれていました。また会場の一角には、市町村の社会福祉協議会の活動を紹介したコーナーが設けられたほか、阿蘇郡市の婦人会による昼食の炊き出しも行われました。